こんちゃ、こんちゃ。ノリついてる俺。ヒゲついてる。あ、ヒゲはついてます。うん、いや、ヒゲは生えてます。はい、ということでね、はい、今日は横浜たける年内最後のね、トレーニングマッチということで、ね。おー、蹴り納め。蹴り納めでございます。まあ、俺らはね、12月26日、日産ステジアムの方でね、うん、スーパーイベントを待ってますけど、はい、横浜たけるとしては、今日が最後ということで、はい、本日はね、品川 CC さんと、トレーニングマッチをさせていただいて、はい、させていただくということで、はい、圧倒的寒さと、見てください、この圧倒的にしみ。いや、おしゃれだね。眩しいでしょ、俺が。いやいや、夕日が眩しい、ね。いやいや、俺でしょ。夕日が眩しいね。ということでね、はい、やっていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、そして本日もね、モゾソンさんが来てますので、モゾソン納めということで、圧倒的に逆光ということで、ね、はい、やっていきたいと思います。はい。こちらの遺跡はちょっと待ってください。本店まで決まってこうやって入って、まあ、ちょっとゴブゴブではあるんですけど、ゴブゴブまあちょっと、うん、まあいいところに、うん、ちょっと行ければいいところに今があんまり良くないということで角が立ってるんですけども、ここもすごくいいチーム、ここもすごくね、はい、まあ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 すごくいいチームカテゴリーがね、カテゴリーもっと上のところに行きたいっていうことでね、はいはい、まあ、チャレンジしていくってことなんで、あのまた来年も映ってたらあのダメだったということで、はい、映ってないことを祈っております、はい、あ、練習生さんまさん、あ、でもタケルのね登録じゃないのよ、サンバ。あ、そうなの。そう、今あの鎌倉市役所っていうチームでね、ほうほうほう、プレーしますよ。今はタケルの練習生ということで、ね、練習生なんですね。だいたいこの時期になると練習生万能ですね、はい、はい、紹介ですか。あ、そう、紹介です。みんな見てるんですよ、はい、あ、じゃあ全カットで年末なんでこう選手をねどんどん紹介したいということで、はい、あつ森さんです。このまたダウンがさ、はい、おしゃれなのよ。これにウルトラライトダウンってやつ。ああ、ウルトラライトダウンじゃないんだけど、うん、羽抜けてウルトラライトダウンになってずっと紐が出てるんですよね。え、あ、このね、うどんね、うどんが、うん、うどんスタイルで。いや、今日塗りたくってんな、ジェームサロメに。これ何塗ってる、何塗ってる。サロメチールの5番です。いや、マジでさ、すごいね、全身塗るから。全身塗るの、毎練習のたびに。更衣室とかで、サロメで入するなって思うと、あ、シンタイルみたいな。シンタイルみたいな。そう、先に来る。あ、シンタイルな。そう、シンタの残りがだから、これ。これ残りが。あ、いや、国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 、ね、マレーシア。これ、パルガ行った。韓国、タイ行った。行ってない。ポルトガル。タイ。韓国撃った。痛い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 。カメラ見なくていい、見なくていい。りゅうちゃん、カメラ見なくていいからね。はい、絶対見んなよ。はい、絶対見んなよ。最初から見ます。5、6。ぶれない。オッケー。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ほら、みんなちょっともう一回行こう、走りに。お父さん見てるよ。お父さんに、お父さんにメッセージを。お父さん、頑張るよ。キャナイは今日やんないの。キャナイっす。圧倒的怪我です。え、だって日産は日産加入したビナーズ。全然加入してないか。全然してない。でもね、あの期待されてるね、コメントもあるからね、まあ、皆さんの力がね、あればね、もしかしたらキャナイもウィナーズになるかも。最近ナイスキーがさ、大好きに聞こえるんだよね。あ、わかる。それあるよ。あるよね。やばい。ピラーで出て、ピラーで出て、ない。ない。もう触れるけど、もう触れるけど、もう触れるけど。もう一回やろう。ナイスキー、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 ナイスキー。
り若田くんやります。あ、お願いします。ピンチ本当に救ってくれて、特に湖南戦なんか髪型り的なプレーで、はい、ありがとうございます。残留あれ本当に若田のおかげって言っても過言じゃないけど、来年はどうですか？来年に向けてとか、今年はまあ目標にしてた10万人登録か来年はまず20万人登録者はい、応援してるよはい、ということで、本日のトレーニングマッチ終了ということで、お疲れ様です。マスもね、今年1年間帯同してくれてありがとうございます。そしてね、ジャイラーと獣医の皆さん、今年1年本当に応援ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、この動画が年内出てるかどうかはちょっと分かりませんけどもこれでね、今年の横浜たけるの活動は終わりということで、はい、また来年に向けてしっかり年末年始、お餅をたくさん食べて、力をつけてまた新シーズンに迎えたいというふうに思っています。横浜たけるの仲間たちと、そしてねウィナーズの仲間たちと、楽しいね動画を届けられるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお願いします。ではまた来年お会いしましょう。じゃあいいよ。